おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はナスのプランター栽培についてお話したいと思います。夏の主役野菜のナスのプランター栽培です。ナスもホームセンターでいろいろな種類が出回っていますので、その中から選ぶ楽しみもあると思います。白いナスや緑色のナス、普通の千両ナスや長ナスなどがありますね。育てる楽しみを味わいながら収穫をこの夏していただきたいと思います。それでは実際に定植しながら6つのコツについてお話しさせていただきます。1つ目のコツ、生育環境です。生育温度が23度から28度が生育適温になります。日当たり良く風通しのいい環境を好みます。日照不足ではナスの花つきが悪くなりますのでご注意ください。ナスはあだ花がないと言われているほど、このように花をつけますと必ず実がなるようになります。2つ目のコツ、プランターになります。なるべく大きい方がいいようです。高さ、幅、奥行き30センチ以上、そして28から50リットルぐらいがベストとされています。3つ目のコツ、用土です。市販の培養土で十分だと思います。4つ目のコツ、植え付け時期になります。ちょうど5月の連休あたりが定植時期になりますので、お休みをご利用されて定植してみたらいかがでしょうか。5つ目のコツ、苗選びです。葉の色が緑が濃く、葉の間の間隔が詰まった茎の太い苗がベストになります。今回はこのような小さめのポットを直径が10センチ以上の大きなポットに移植して苗を育てることにいたしました。ちょうど花が咲いてますので定植時期になります。ちょっとこちらもうすでに実がなってしまいましたけれども、これは1つ目2つ目の花は後ほど剪定していきたいと思います。なぜしますかと言いますと、やはり株を育てることがまず第一条件になります。現在5月に入ったばかりですけども、低温下では硬いナスしか収穫できませんので、株の養生を考えて花は取っていきたいと思います。5つ目のコツ、植え付け手順になります。苗を水につけるか灌水してから定植するようにしてください。そして根を傷つけないようにそっとポットから出し、ポットの土の高さと定植するプランターの土の高さを同じようにしてください。そして風に振られても折れないように支柱を立てるなどしていただければよろしいかと思います。今回はこちらのあんどん支柱、高さが120センチのあんどん支柱ですね、こちらを立てて誘引の手間などを省きたいと思います。それでは実際に定植していきたいと思います。重複になりますけれども、簡単に今回用意するものについてお話しいたします。こちら10号鉢ですね、スリットが入ってます。そしてナスの苗、ちょうど花が1つ2つ咲いてますのでベストな苗だと思います。そして培養土、市販の培養土ですね、すでに元肥が入ってますので、今回マグアンプは成長を頃合いを見ながら根元に施すようにしたいと思います。それでは定植していきます。それでは培養土を入れていきます。なるべく土の面積が多い方がその後の収穫はいいようです。そしては高さを見てみます。このような感じですね。ちょうどウォータースペースが5センチぐらいあれば十分だと思います。こちらは今回接ぎ木苗を使っています。接ぎ木の丸ナスになりますね。はい、これを取ります。どこで接ぎ木してあるかというと、ここですね。ここでハス向かいに接ぎ木してありますね。わかりますか、ちょっと小さいですね。はい、では植えていきます。そーっとポットを下げて、はい、ちょうどよく根が回ってますね。ちょっと水が切れてます。はい、このように植えます。高さを見て植えます。はい、これで定植していきます。ちょうど真ん中に何本に植えてください。はい、このような感じですね。葉っぱについた土は後で菌を拾ってしまいますので、灌水時に洗い流すようにしてください。ポットの土の高さとこちらですね、
プランターの土の高さ同じようになるようにしてください。それでは灌水をしていきます。それでは灌水していきます。1回目はたっぷり与えてください。2回目以降は土の表面が乾いたらあげるようにしてください。でここで一手間なんですけれども、本支柱を立てる前に風で振られてもいいように、こちらですね、このように2箇所ぐらい割り箸で支柱を立ててもらうと風で振られなくなります。半月もすると芽が動き出しますので、ある程度大きくなりましたら支柱を立てるようにしてください。今回まだ5月の連休に入ったばかりですので、ちょっと寒い時期があります。かわいそうですけれども実は取ってしまいます。もしこれが5月の中旬頃に定食なさる方でしたら、このような実も立派な美味しいナスができると思います。ちょっとこちらは丸ナスですので、切りましょう。丸いナスになってますね。本当にちょっとかわいそうですね。培養土に栄養があるかないかの判断なんですけども、こちらを見ます。外側にあるのがおしべになります。中側にあるのがめしべですね。栄養が切れてきますと、めしべの長さがおしべよりも短くなってきます。そうしますと栄養が切れている証拠ですので、化成肥料、環境性肥料、または液肥などを与えてくだされば成長が再び復活すると思います。以上でナスのプランターへの定食が完成いたしました。今回も6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目、生育環境です。温度23度から28度が生育適温になります。日当たり、風通しのいいところに定食するようにしてください。日照不足ではナスの花のつきが悪くなりますのでご注意ください。2つ目のコツ、プランターの大きさです。なるべく大きいプランターに定食するようにしてください。高さ、幅、奥行き30センチ以上、28リットルから50リットルぐらいがベストなようです。3つ目のコツ、用土です。市販の培養土で十分だと思います。4つ目のコツ、植え付け時期です。5月の連休頃がちょうどいい頃だと思います。5つ目のコツ、苗選びです。葉の緑色が濃く厚みのあるもの、葉の間隔の詰まった茎の太いものを選ぶようにしてください。つぼみがついていればベストな苗になります。6つ目のコツ、植え付け手順です。苗を水につけるか灌水をするようにしてください。そして根を傷つけないようにそっと取り出し、プランターに定植します。土の高さとポット内の土の高さが同じようになるようにしてください。そして支柱を立てるようにしてください。今回は朝顔用のあんどん仕立てを使っていきたいと思います。定食後、水をたっぷり与えるようにしてください。ナスはキッチンガーデンとして 1,2 本あると重宝して使えると思います。必要な時に1つ2つ収穫してその場で使えるのがガーデニングの楽しみだと思います。初心者の方でも簡単に育てられると思います。この後動画として脇芽の取り方や夏の過ごし方などもお届けできたらと思っております。今回はナスのプランター栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。